相撲教習所の看板相撲教習所は、公益財団法人日本相撲協会が入門して、間もない力士を育成するための教育施設である。両国国技館敷地内の交渉面側に設けられている。1957年10月に、当時の倉前国技館内に開設され、1985年1月に、現在の両国国技館が落成すると同時に移転した。 ここでは、大相撲に入門した力士が、半年間、相撲の実技及び相撲の歴史、一般常識、書道、相撲人工などの教養を学ぶ。実技は教習担当の親方や幕下、三段目の力士が教え、教養は専門家が教える。また、力士が寝ている時に、市内で力士を叩き起こす、市内係というものもいる。なお、 幕下付けでの形で入門した力士は、教習内容の一部が免除される。教養の授業は、行事や呼び出しも一緒に受講することもある。幕下付け出力士の中でも入門から半年以内に、関取昇進を果たした者はその時点で、教習所がよいを免除される。ただし遠藤清大は、初土俵から所要に場所目重量昇進を果たしたにも、かかわらず、師匠である。 おいてかぜ親方の意向に従いその特権を行使せず2013年9月の卒業まで通常通りに教習所の課程を収めた。翌2014年には遠藤同様所用2場所で一の上春が重量昇進を果たし、外国出身者で初めて教習所卒業前に関取昇進を果たしたが、遠藤に習って特権を行使しない意向を示し、卒業まで通い続けた。 関取特権として受講義務を免除された時点で卒業扱いというわけではなく、遠藤や市野城と同じく幕下付でデビューから所要に場所で関取昇進を果たしたおそたけ人は入門から半年後の卒業まで相撲教習所に席を置いており、相撲教習所の卒業式にも出席した。それ以降ある時期から3期半年の履修が必須と、 なったが、ゴ合のただしは残り一期二ヶ月の履修を免除されただけでなく、繰り上げで正式に卒業。また外国人力士は一年間在籍する。多くの外国人力士は、日本に来てすぐ相撲部屋に入り、ここで指導を受けることが多い。そのため、まだ日本語を覚えていない外国人力士は、多くの場合ここで日本語を覚える。まだ日本語がわからない力士にも、 通訳などがつくことは基本的にない。しかし、指導の親方が日本語で指導するときには、ジェスチャーと外国語を織り交ぜて指導するため、ほとんどの力士は相撲の取り方などを理解することができる。この教習所は公益財団法人としての相撲文化の継承、普及のための施設でもある。東京での本場所の前に行われる横綱審議委員会稽古総研も、 この相撲教習所内の土俵で行われている。2004年からは NHK 学園高等学校のスクーリング会場も設けられているほか、2011年からは東京場所終了後に自立就職支援相談室の窓口が開設されるなど、力士引退後のセカンドキャリア支援の拠点にもなっている。相撲教習所の所長は日本相撲協会の理事に選出された年寄りが代々、 つめている。また、相撲教習所に配属されている者、あるいは配属された経験のある者は、本場所では決まり手がかりを担当する。超満員となったファン対象のトークイベント中の教室東京での本場所直前の時期には、相撲教習所配属の親方を中心に、ファン対象のイベントが開かれることがある。このため、年に数回ほど、 相撲教習所の教室が一般開放されている。2021年4月1日現在、公益財団法人日本相撲協会監修、発揮よい。関取くんワクワク、大相撲ガイドよりきり編6 7 b ありがとうございます。